それでは町田選手です。まずは J 初ゴール、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。振り返ってみて、はい、どうですか。そうですね、まあ亮太君がいいボールを上げて、うん、ワン君がいい形で折り返してくれたんで、うん、まあ当たっただけなんですけど。どこに当たったの。お腹です。お腹、はい、うん、まあ入ってよかったなって、うん、はい、まあしっかりとね、あそこのポジション取れてたことが大事だと思うし、はい、でまたね、その2日前3日前か、セレッソ戦もいい形でアシストして、はいはい、そうですね、あれはうまく相手が食いついてくれたんで、うん、はい、いい形で抜け出せたんです、うん、まあ、攻撃面でもそういう結果出せてるけど、はい、守備のところでもね、はい、しっかりとできてるよね、はい、入ってくるボールに対してしっかりとね、体つけたりとか、まあ、この間のガンバ戦なんかもアデミウソン、ファーム以上、はい、結構ツートップ厄介だったと思うんだけど、はい、どういうところ意識したい。そうですね、まあスピードもパワーもあって結構裏に抜けてきたりするんですけど、うん、まあ、しっかり周りとコミュニケーション取りながら、まあ、うまく対応できたと思います、はい、で、そして次、はい、次戦は、FC 東京戦、はい、FC 東京もツートップ、はい、結構ね、カウンター狙ってくるし厄介な、はい、まあ、長井とかディーゴ・オリベイラとか、はい、結構厄介な選手揃ってると思うんですけど、はい、どうですか。そうですね、まあスピードある選手だったりすごいパワーある選手なんで、まあ、うまくスピード吸収しながら、うん、まあ、前回と同じように周りとしっかりコミュニケーションを取って周りよく動かして対応できればなと、うん、はい、思います。やっぱショートカウンターとか気をつけなくちゃいけない、ね、リスクマネジメントとかは大事なんだよね、はい、あとはまた攻撃面でも狙うんじゃない、はい、そうですね、まあ点だったらアシストできればいいですけど、まずはまあ無失点で、うん、まあ、守備の選手なんで、はい、しっかり無失点で勝てればなと、うん、はい、思います。それでは最後ね、はい、サポーターに向かって一言お願いします、はい、アウェーの2試合が終わって、ようやくホームで試合ができるので、うん、まあ、夏休みですし、たくさんの方がスタジアムに来てくれて僕たちの後押しを、お願いします。期待します、はい、ありがとうございます。